スワニーはアメリカ合衆国の作曲家、ジョージ・ガーシュウィンが1919 19年に作曲したポピュラー音楽の歌曲で歌詞はアービング・シーザーによる。発表当初はヒットしなかったものの翌年になってアル・ジョルソンが自身のショーシンバットに取り入れてから人気を得た。ガーシュウィンが生涯に手掛けた約500作に上る歌曲の うちでも多くの人々に親しまれる曲の一つと評価される。ジョージ・ガーシュウィンは幼少時からの音楽教育には恵まれない環境に育った。両親ともロシアからの移民で音楽とは無縁であり、従って生育環境には音楽が欠けていた。ピアノを始めたのは1910年で音楽家としては遅いスタートであった。この年、母が兄、アイラのために 中古のアップライトピアノを購入した。このピアノに強く関心を示したのは、アイラではなく弟のジョージであった。上達は目覚ましく、1914年にはそれまで、通っていた商業高校を辞めて、ティンパンアレーで仕事をするようになった。ティンパンアレーでは、ジェローム・エイチ・リミック音楽出版社という会社に雇用され、新曲の楽譜を客にデモ演奏するピアニストとして、 週休15ドルで働くことになった。ガーシュウィンはティンパンアレーで働いていた時期に音楽についての職業的な知識や演奏の技巧など多くのものを体得した。とりわけ彼に大きな影響を与えたのはティンパンアレーからマディソンスクエアガーデン付近にラグタイムをライブで演奏するカフェなどが多く存在していたことだった。ガーシュウィンはラグタイムに傾倒し、 そのエッセンスを自らの作曲家としての自己を確立させる手段とした。ガーシュウィンが自身の到達すべき目標としたのは広い意味でのアメリカ音楽であり、ティンパンアレーで学んだことやラグタイムとの出会いなどによって目標への一歩を踏み出していた。ガーシュウィンは1916年、歌曲、欲しい時には手に入らない、手に入った時はもう欲しくないと、僕から逃げた少女を作曲した。 前者の曲はティンパンアレイで名の知れたハリー・フォンテルツアーを音楽出版社から発売されガーシュウィンは5ドルの報酬を得たその後ガーシュウィンは他の作曲家が手掛けた音楽劇やレビューなどの穴埋めに使用する曲を作るようになったスワニーの楽譜1919年ガーシュウィンのキャリアにおいて重要な作品が誕生したこの作品の誕生は アービング・シーザーのひらめきが景気となった。20世紀の初頭、ワンステップ曲という軽快なダンスが大流行していた。シーザーも、この流行の波に乗ろうと考え、ガーシュウィンと共に、スワニーを作り上げた。作曲は、極めて迅速に行われ、30分足らずで、完成したと伝えられている。初演は、同年10月24日のことで、ニューヨークのキャピトル劇場の、 キャピトルレビューに組み入れられた。この時には特に注目を集めずに終わっていた。渦漏れかけていたこの曲に注目したのは歌手のアル・ジョルソンだった。ジョルソンはあるパーティーの席でガーシュウィンからスワニーのことを聞き、すぐに自らのショーシンバットの中で歌った。ジョルソンの歌ったスワニーは大ヒットとなった。 1920年に録音したレコードは225万枚の売り上げを記録し、楽譜の売り上げは100万枚を突破している。スワニーの成功によって、ガーシュウィンはヨーロッパでも名声を得た。1923年にガーシュウィンがロンドンに旅した時、ボーダーがパスポートを見るなり、スワニーの作曲家ですかと質問してきた。ガーシュウィンは兄アイラ宛ての手紙で一瞬地面から、 足が浮いいてしまうと書き送ったた。ほどに、その質問を喜んでいたガーシュウィンとシーザーは、スワニーの大ヒットによって、それぞれ1万ドルを1年間に稼ぐことになった。ガーシュウィンの歌曲としては、商業的に一番のヒットを収めた作品である。スワニーは、ガーシュウィンが生涯に手掛けた約500作に上る歌曲の、うちでも多くの人々に親しまれる曲の一つと評価される。 そのメロディーは、ラプソディン・ブルーのテーマと共に、ガーシュウィンのトレードマーク的存在となった。ガーシュウィンは、20世紀のシューベルトと形容されるほど、美しい旋律を持つ歌を、次々と作曲していた。スワニーのほか、サムバディ・ラブズ・ミー、ザ・マイ・アイ・ラブ、アイ・ガット・リズムなどがよく知られる。スワニーは、アメリカ合衆国北部に住む、南部人が故郷を懐かしむ歌である。 シンコペーションのかかったラグタイムのスタイルで作曲され、軽やかなメロディーとリズムの中に、ほのかなノスタルジーが示唆される。曲は約3分の長さで、冒頭は単調から始まり、折り返しの部分で蝶々に転じる。スワニー、ハウ、アイラビューで始まるサビにあたる部分からが、ガーシュウィンの本領が特に発揮される部分である。日本では1958年に、 エリチエミが歌唱した。エリの1963年の日劇公演での本曲歌唱はカウントベーシーも絶賛した。また1965年の第16回 NHK 紅白歌合戦では赤組歌手、雪村泉が歌唱した。ガーシュウィンがピアノを始めた年齢については13歳、14歳の異説がある。本校ではクリルマンの説を採用した。 クレルマンによれば、ガーシュウィンが初めて歌を作曲したのは1913年の時であったという、ありがとうございます。